ムクロ、布器用し、ムクロ布は、キリスト教の聖遺物の一つで、イエスキリストが磔り付けにされて死んだ後、その遺体を包んだとされる布。トリノの聖ヨハネ大聖堂に保管されている。スペインのオビエドには、遺体の頭を包んでいたとされるスダリオが、保管されている。イエスキリストの風貌を写したという布には、聖ベロニカの聖、ムクロ布や、マンディリオンなど複数あったと言われる。 本体は縦4.41メートル、横1.13メートルの杉谷織のアマフである。木なりに近い造毛色の布の上に痩せた男性の全身像がネガ状に転写されているように見える。布状に残された全身像の痕跡から頭を中心に縦に2つ織りにして意外を包んだと見られ、頭部、手首、足、脇腹部分には血痕が残っている。 1532年にフランスシャンベリーの教会にて、保管されていた際に火災に遭い、その一部を損傷した。1534年、聖クララ修道会の4名の修道所によって、損傷部分には継ぎ当てを、裏には当て布が縫い付けられた。1978年の科学調査では、血は人間のものであり、血液型も AB 型と証明された。 2002年には、杉宛と宛布を外す作業が行われた。聖、ムクロ布の裏側には、人物の姿は見られず、地の染み込みのみが見られた。トリノの、聖、ムクロ布1353年、伝ン,ンの経緯は不明であったが、フランスリーレの、シャルニー家が所有しているところを発見された。地元の司教から、偽物と批判を受けたこともあるが、いくつかの所有者、 保管場所の変遷などを経て、1453年に所有がサボイに移り、1578年にはトリノへ移動された。教皇クレメンス七世はこれを布に描いた絵だと宣言し、新生物とされないよう展示にあたってはろうそくをつけない、甲を焚かないと条件をつけた。1898年にイタリアの弁護士、アマチュア写真家セコンドピアが、 初めて聖、ムクロヌノの写真を撮影した。1983年にサボイケからローマ教皇に所有権が引き渡され、以降は鳥の大司教によって管理されている。通常は一般に向けて常時公開されてはいないが、聖、ムクロヌノ博物館にてレプリカを見ることができる。カトリック教会の大成年にあたる2000年に一般公開されたが、 その後2002年に修復作業が施された。2010年に修復後初めて一般公開され、2015年にも一般公開された。性、ムクロの人物の顔には多数の暴行の跡が確認できる。特に、右目の下と右方の横に大きな腫れ、鼻に腫れがあり、軟骨が折れていると思われる。性、ムクロの像の人物の背中、胸、太ももなど、 体中に多数の鞭打たれた跡がある。三本の皮紐の先に二つの小さな金属球がついたフラグムという鞭で打たれたと考えられる。放射線上についた傷の跡から二人の執行者によって鞭打たれ、鞭打ちの数は120回ほどである。額と後頭部にはうばらが刺したと考えられる血痕が多数ある。額の真ん中の血は粘りのあるもので、 額の横に流れる血は薄い。これは、動脈血と静脈血の違いである。当時の卓形では、普通十字架の横着が犯罪人によって運ばれ、柱は形状に固定されていた。黄木の重さは100ポンドと推定される。正無ム布の右肩の上に、作家小部分があり、背面の左肩の下にも無知による、傷の上に加えられた。 広範囲な作家症が現れている。これらの傷は、無知の傷を通して見られ、傷つけられた皮膚を何か重いものでこすった摩擦によって生じたものであると考えられる。作家症が破れておらず、このことから聖、ムクロ布の人物は服を着ていたと思われる。聖、ムクロ布の人物の両膝には強度の損傷がある。左膝の皿の部分に、 鍵崎上の作家賞と共に大きな打撲賞があり、右膝にも小さな打撲賞がある。顔にも打撲賞があり、鼻の軟骨が折れている。1978年の科学調査の時、足や膝、鼻のあたりにエルサレムのアラゴナイトという土が付着していたことが分かった。イエスは両手、両膝に釘を打たれて貼り付けにされた。 パリのソルボンヌ大学のピエール・バルベによると、性、ムクロ布で示される位置に釘を刺すと、小中神経や感覚神経が損なわれ、運動神経の損傷により指が曲がらなくなる。性、ムクロ布の状態を確認すると親指の跡が映っていなかったという。また、イエスの貼り付けの絵は、ほとんどの場合手のひらに釘が打たれて描かれているが、性、 ムクロ布の人物には手首、足に、釘で貫かれた跡がある。これらのことは精鋭。ムクロ布の陰影は誰かによって人為的に描かれたのではなく、実際にローマ人のやり方で卓形にされた人物であるという強い医学的証拠である。立法によって死者は日没までに埋葬しなければならなかったため、ユダヤ人の受刑者は、 日没少し前までに死亡しない場合、足を折って死を早められた。せいえ、布の人物の足が折られていないことは明瞭である。その死を確かめるために胸の右側を槍で疲れているため、右側に4メートルの傷がある。ここから流れる血による陰影には、色の濃い部分と薄い部分とがあり、 血液と透明な液体とが混ざっていたと考えられている。いわゆる血と水である。聖無ムクロ布の人物には、鞭打ちや暴行による打撲傷の跡がある。そのため、六膜炎が起こり、その中に水がたまりない出血を起こしたとも考えられる。また、心身の苦しみのために心臓が破裂し、刺された時に水と血が流れ出たとも考えられる。せ ムクロ布の人物は、上等なアーザブに包まれ、名誉ある、法りを受けている。この布には腐敗の跡がない。聖、ムクロ布の人物は腐敗する前に、布から離れたと考えられる。16世紀の画家、ジュリオ・クロービオの絵画聖、ムクロ布は、その発見以来、言い伝え通りの品であると信じられつつ、詐欺的な作り物や誤認との指摘も受けていて、 これまでにも一般公開された機械などに合わせて専門家による科学的調査が進められている。聖、ムクロ布が偽物であるという主張は奇跡的な出来事であるはずの意外をくるんだ布に像が映り込むという現象が聖書で言及されていないこと、頭と胴体を別の布で包むという聖書時代のユダヤの埋葬慣習に反していること、キリストと 同時代の遺跡から発掘された布の単純な折り方とは違って複雑な折り方をしていることなどを根拠とする。また、像の人物には白人の特徴があり、聖書時代のパレスチナ人の顔立ちではないという指摘や、法医学的な調査の結果、死体をそのまま包んだにしては、結婚の付き方があり得ないという結論も出されている。1988年の調査では、 オックスフォード大学、アリゾナ大学、スイス連邦工科大学の3機関において、考古学などで、資料年代推定に用いられる、放射性炭素年代測定が行われた。その結果、この布自体の食腐器は1260年から1390年の間の中世である、と推定された。この年代測定の結果や、もともと布を所有していた、シャルニー家が、 テンプル騎士団と縁が深い、像の人物と肖像が似ているなどの理由で、テンプル騎士団最後の総長、ジャック・ドモーレのーの埋葬婦だという説もある。だが、この3機関が、発表前にデータを交換し、生のデータの公開を拒否したことから、この結果は、イエスの布だと信じる一派からは疑問視されている。バチカンは1年後に、炭素14年代測定結果を無視すると、 発表した。炭素14等年代測定の調査結果については、過去の修復作業時に付け足された部分や、一般公開の時に、素手で触れられていた部分をサンプルとした測定であった。ことや、1995年に、カリフォルニアのサンアントニオ大学の科学調査で、精鋭、ムクロ布の糸の上に生存し続けている、バクテリアによって生成されたプラスティックの膜が、確認され、 この膜が結果に大きな誤差を出した原因の一つだと言われる。検査方法の有効性や結果の信憑性を疑う批判がある。アメリカのロスアラモス国立研究所の調査により、1988年に調査された布の箇所にはバニリンという物質が含まれており、その物質が含まれている場所は火災によって補修された箇所であることが明らかとなった。また、 バニリンが含まれていない箇所に対しての調査では、1300年から3000年前の布ではないかということが明らかになった。布は杉谷織のアマフであり、縫い方も、視界のほとりにあるマサダの遺跡で発見された生地と同様の独特の縫い方であると判明した。 布に映し出されたネガ状の全身像について、性、ムクロ布特有の色の濃淡、画像の表層性などが生じた過程は、科学的に説明や再現ができないという主張もあるが、実際には、14世紀に入手可能な材料を用いた、実験が多く行われており、一種の写真術や、炙り出しなどの様々な方法で性、ムクロ布そっくりな像が再現されている。しかし、 ビリーバーは、こうした結果を頑固に認めていない。ありがとうございます。